ナジェンヌの河村さやです。井戸田健奈です。井戸田恭太郎です。今日は浜北の万葉の森公園に来てます。今日はなぜか私たちも衣装を着て出演するみたいなので楽しみにしててください。私と何その髪の毛は。まあこれは見てから楽しみで準備してきました。幼くなったね。幼女を演じます。皆さんお楽しみに。行ってきまーす。やだエッチ。苦しい。今ちょっと苦しかったんです。なんか着物と似てるようで似てない感じが、うん、開けないんですかね。どうですか。私もああやってゴージャスの方が良かったんですけど、どうやら位が違いらしい。今日は私は姉に仕える予感です。じゃーん、着替えました。役がね、これ一人一人違うんですよ。まず一番こう位のやっぱゴージャスさが違う。お姉ちゃんは何の役？内心の王です。で、私とさやちゃんがそれに仕える女官の役です。変動が来ました。トノが入ります。旦那様すごくいいわ。取り合う。とりあえず、私はあの旅館なんですけど、王を取り合う、旅館として、はい、出演をさせていただ漂う懐かしさ誘われゆけば身にまとうほど夕暮れの罪めない一よっ。このケーキやめようかいや、食べたいな。体重気になる食欲の秋、溝がきのわかな。このケーキやめようかいや、食べたいな。体重気になる食欲の秋、溝がきのわかる。1538番、作者山の上のオクラ。萩の花、お花くず花、なでしこの花、お見返し、また藤若葉、朝顔の花。牧一、16番、作者ぬかたの大きみ。冬ごもり、春先くれば、中狩りし、鳥も気なきぬ、坂狩りし、花も咲けれど、山をしみ、入り手も取らず、草深み、取り手も水、
秋山のこの花見てはもみじおば取り手そしのふ青木おば奥手そ嘆くそこし裏めし秋山我はじゃ万葉祭り終わりました。ね、こんな素敵な衣装を着させていただいて、さやちゃんどうでした今日？すごい雅な感じで、気分までちょっと、姫じゃないけど姫な感じで。ねえ、じゃあ今日ね、姫いますから、そう、姫役が。姫役にちょっと感想を。若智子の、あの、歌が流れた時、みんな爆笑、会場全体が爆笑してて、もう私も笑いに耐えるのが大変でした。ぜひ来年も皆さん、万葉祭りに遊びに来てください。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆様、また見てください。